こんばんは。キーレイジャズプレゼンツ第45回キーレイミーティングの時間がやってまいりました。今夜も皆様のお相手はピアニストの成田レイ、ベースのさくらです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、6月も半ばですけども、そうですね、梅雨入りしましたね。はい、はい、皆さんしたんですよね。いかがお過ごしでしょうか。そう、梅雨入りしてました。そう、なんか晴れたり、そうなんですよ、なんかめちゃくちゃ暑かったりとかして、うん、お天気はなんかよくわかんないですね。確かにね、ちょっと判断が難しそうですもんね、うんうん、ちょっと体調を崩しやすい時期かと思うので、うんうん、皆さん、はい、十分注意して過ごしていただければなと思うんですけども、今日は6月の24あってます、はい、はい、お、素晴らしい。6月24日、はい、木曜日です、はい、前回あの生配信を見てくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございましたね、あの、うん、スーパーチャットとなるものもそうですね、いただきまして、はい、はい、ね、ニアネスオブユー素晴らしかったですね。ありがとうございます。桜井さんもあのウクレレ生演奏が止まってますけど止まっちゃってる、演奏が止まっちゃってるはい、ね、またあのこまめにやってこうみたいな話してましたもんね。そうですね、一応8月をまた予定していますので、はい、ちゃんと日程が決まったら告知したいと思います。はい、ではやっていきますか。そうですね、第45回キーレイミーティング、まずは、はい、6月の星座占いからいきたいと思いますこれもねなかなかタイミング難しいですよね。そうですね、もう1週間ぐらいしかない、1週間もないけども、うんうん、はい、まあ振り返るとかね、そうですね、これからの1週間をそのように生きるとか、はい、はい、成田さんは牡牛座、はい、私は獅子座です。はい、で奏さんがさそり座、うん、でしおんちゃんが蟹座、陽之助さんがいて座、横山さんが双子座、沼さんお羊座、うん、であとは映画の映画俳優で、はい、あのハリウッド俳優でまとめてます。キアヌ・リーブスが乙女座ウィル・スミスが天秤座、ニコラス・ケイジがヤギ座、ジェニファー・アニストンが水瓶座、シャロン・ストーンが魚座です。はい、はい、じゃあ行ってみたいと思います、はい、6月の早先生のねこのサイトを勝手にね毎回読み上げていますけども、はい、いまーす。お羊座、沼さんだ、うん、はい、活発な運気です。特にコミュニケーション運が上昇し、友達や身近な人とのつながりが深くなるでしょう。また昔の友達や疎遠だった人と連絡を取ることになるなど、古い縁も復活する兆しがあります。もし気になることがあったら気兼ねなく連絡してみましょう。一方仕事運はやや低下気味、特にメールトラブルには気をつけたい時期です。送信する前に今一度読み返した方がいいでしょう。はい、気をつけてください。お牛座、はい、成田さん、はい、お、金運が上昇の兆しです。お、プレゼントや臨時収入、欲しいものがお得な価格で手に入るなど嬉しい出来事が起こりそうです。事前の情報収集が幸運を引き寄せる鍵になります。何かを買うときはサービスやクーポン情報がないかチェックしたり、フリマアプリで探してみたり、選択肢の情報を幅広く取り入れてから行動に移しましょう、うん、すごい。でもスパチャいただきましたしね。そうですね、うん、金運が上昇したじゃないですか。はい、買い物もした？なんかあったような気がします。そう言われてみればなんか機材とか安く買えたような気がしてはいます、うん、あのでもまだ揉めてるんですもんね。揉めてるのもあるし、なんかね、ごめんなさい、話脱線して申し訳ないんですけど、いいっすよ、いいっすよ、あのなんかねちょっと機材トラブルというか、ちょっとメンテナンスが必要な時期になってきてるみたいで、ああ、うん、いろんなものが、そうなんですよ、でいろんなものをなんかね、うん、修理とかメンテナンスに出したりしています、はいはい、今、うん、うんうん、はい、じゃあ安く修理できるのかな、だったらいいけどな、うん、うん、はい、じゃあ次行きたいと思います、はい、双子座、横山さんだ、うん、あ、コミュニケーション運が上昇し、人と連絡を取り合う機会が増える気配です。あなた自身もあちこちに出かけたいようなアクティブな気持ちになります。新しいことを始めるのにもいい時期なので、面白そうだと思ったらすぐに行動に移しましょう。ただし金銭関連については即断即決を控えた方が無難です。重要な決断は先延ばしにするか、信頼できる人に相談してから決めた方が安心です、うん、なんか沼さんと同じような、
そうですね、うん、はい。じゃあ次いきます。しおんちゃん、カニ座。感情的になりやすい時期です。いつもなら気にならないことにくよくよしたり、小さなことにも怒りが爆発したり、気分のムラが出やすいかも。精神的な疲労がたまると体にも悪影響になります。人混みや面倒な事案は避けて、一人でのんびり過ごす時間を大切にしましょう。趣味や楽しいことに夢中になれる時間があなたの心を癒してくれます、うん、だそうです。なんかあれなんですかね、大変なんですかね。ざっくりしてますね。感情的にならないように。そうですね、はい、次は私ですね、獅子座。はい、気持ちが明るくなり、いろんなことに挑戦したくなる時期です。高い理想や夢に向かって動き始めるのもいい時期です。あなたが望めば最適なチャンスが手元にやってくるはず。目標や希望がある人は具体的に何をしたいのか、それに対するスケジュールを組み立てましょう。少しずつでも前に進んでいくことが幸運を引き寄せる鍵になります。これはね、いつもやってますって。うんうん、別に6月に限ったことではないもん。まあそうですね、じゃない、みんなそうじゃない、うんうん、でも確かに。あ、でも、ね、どうなんだろう、いろんなことに挑戦したくなる時期っていうのは、もしかしたら人によってはあまりない人もいるかもしれないですね。あ、まあ確かにね、うんうん、いろんなことに挑戦したくなる、ね、新しいこと、まあ、いろんなこと、うん、新しいことはでも何十年もしてない気もしますけどね、うん、ウクレレ始めたぐらいですかね。あと動画の編集とか。はいはい、うん、なんかでも目標から逆算したりとかしません、うん、あ、なるほどね、うん、目標があって、ここまでに達成するにはここをこう今こうしなきゃいけないみたいな、うんうんうん、最近の目標は何ですか。最近の目標ですか、うん、ウクレレ音楽院チャンネル登録1000人です。あ、うん、具体的な感じでいいですね。はい、うん、8月までになんですけど、お、多分間に合わないんですよ。まあでもね、多分このペースでいくと間に合わなくて、うんうん、でもまあ、あの8月までなんとか目標に少しでも近づけるように頑張ろうっつって言ってて、そう、はい、ね、足を止めないのが、はい、そうですね、結局いいのかなとは思いますけどね、うん、はい、次に行きたいと思います。乙女座、うん、あ、キアヌ・リーブスですね、はい、キアヌ・リーブス。何かと変化が多い時期です。うまくいっていたことが二転三転したり、途中で邪魔が入ったり、思い通りに進まないことが起こりそうです。しかしスムーズに進まない場合は、何か見落としがあると思って見直してみましょう。時間はかかりますが、状況を振り返り、土台をしっかり固めることで成功の精度も上がっていきます。はい、頑張ってくださいキアヌ。はい、天秤座、はい、ウィル・スミス。情熱的に行動できる時期です。体の中からエネルギーが湧き上がってくるのを感じるかも。思い立ったら吉日です。アイデアや夢が浮かんだらしっかりメモをし、達成のために取り組みましょう。また特に思いつかない場合は、スキルアップに向けて自分磨きをすると20丸。資格取得や語学の勉強がおすすめです。お金がかかるのはちょっとという人は、まずはネットの動画などを検索してみては、興味深い動画が見つかりそうです。はい、はい、な、はい、じゃあちょっと動画を探してみてください、うん、サソリ座、かなでさん。金運がやや手が、何？何？ウィル・スミスがお金がかかるのはちょっととか言わないですよね。もうね、お金なんて配るほどあるでしょうからね。そんなことは言わないと思いますね。ネット動画検索とかしないんじゃないかと思いますけど、しないかな、まあ、YouTube 見てるかな、 YouTuber とかすごい見てるかも、うん、メントスコーラとかが好きかもしれないから。はい、かなでさんね、次サソリ座、はい、金運がやや低下気味。財布を落としたり、思いがけず高いものを購入してしまったり、いつもとは違うお金の流れに戸惑ってしまうかもしれません。しかしずっと欲しいと思っていたけど買わなかったものを手に入れるチャンスでもあります。生活に支障がない範囲内であれば、少し贅沢をしてもいいかも。高価でも質が良く長く使えるものを買って、将来の自分へのご褒美にしてみては、うん、あれ、これドラムセット購入ですかね、これ。そうなのかな。でも財布を落としたりとか言ってるから、それは気をつけてほしい、ね、それは気をつけた方がいいですね。かなでさんは何にお金使うんですかね。マンションですよ。マンションとか高級会社とかじゃないですか。絶対違うよ、ね、絶対違うと思いますけどね。かなでさんはそんな人じゃないもんね、うん、何かな、何かね。今度聞いといてくださいよ、うんうん、何が欲しいものありますって、うんうん、あげるわけじゃないんですけど、あげるわけじゃないけど、欲しいものありますって、うん、欲しいものあるって、なんて言うんだろう、
でもやっぱ若いから、うん、洋服とかカバンとかじゃないですか。そうなんかな、うん、アクセサリーとかじゃない、うん、やっぱまあいいか、はい、じゃあ次行きたいと思います。伊手座洋之助さん、はいはい、行動範囲が広がる時期です。ただし受け身ではなく自分から動こうという気持ちになることが月を引き寄せるポイントになります。例えば毎日一つ新しいことにチャレンジしたり、今は無理でも未来に向けて行ってみたい場所ややりたいことリストを作ったりしてみましょう。友達と一緒に計画を立てるのもおすすめです。いい刺激を受けられるでしょう、うんうん、じゃあ洋之助さん頑張ってください、はい、で次ヤギ座、ニコラス・ケイジ、うん、はい、運気はやや低迷気味、頑張るよりも自分の体をいたわったり現状維持に体を力を費やしたりした方がいい時期です。焦って動いても状況が二転三転しやすい気配があるので、できる限り様子を見ながら慎重に行いましょう。もし決断が迫られるのであれば目上の人に相談した方が安全です。いずれ運が動き出す時に備えて今月は力を蓄えましょう。はい、なんか低迷してる人多くない？そうだね、なんか ね今回は、うん、水溜め座ジェニファー・ニースト、うん、対人関係のトラブルに気をつけましょう。思い通りに進めようとするほど対抗勢力が強くなってくる気配です。今月は相手の出方を伺いながら臨機応変に対応しましょう。またモバイル関係やメール、交通機関で思わぬ失敗が起こりそうです。念のためにバックアップや整備をしていざという時に備えておくといいでしょう。水亀座も気をつけてください。はい、はい、魚座シャロンソーン、水面下に隠れていた問題が浮上してくる気配です。苦手な問題と向き合うなど苦しい場面があるかもしれませんが、それを乗り越えることで一つパワーアップすることができます。今まで放っておいた問題や先延ばしにしてきたことがあるなら今月中に片付けるつもりで向き合いましょう。アルバムや古い洋服の整理を行うと運気アップ。今月なんか運気が低迷してる人が多いです。うんね、星座がねですね、うん、我々そんなことないですね。なんかね、確かになんかうちら二人だけはうちら二人だけなんか、うん、すごいいいこと書いてありましたけど。そうですね、はい、じゃあいいこと書いてあるときはね真に受けて生きていきたいと思いますので。そうですね、はい、はい、じゃあ今月の占いそんなところです。はい、はい、曲いきますか。はい、はい、それではそろそろ曲の方にいきたいと思うんですけども、しばらくかけてなかったですかねこの曲も。はいはい、ちょっと夏っぽいのでいいかなと思います。 The Feeling of Samurai 聴いてください。Thank you.
ありがとうございました。すごい、あのライブを全然やってなさすぎて、うん、やいい感じですね、これやりたいですね。あ、そういうこと、うん、何を言うのかと思った。いやいや、ライブをやってなさすぎて懐かしいなと思って。ああ、そうですね、うん、なんか懐かしい感じしますよね。うん、はい、じゃあ後半、はい、お便りを。そうですね、はい、はい、いきますよ。はいはい、レンタロさん、成田さん、さくらさん、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいております。先日、成田さんの新しいシングル The Color of Soundscape 2021の発売日が8月25日と発表されました。今からすごく楽しみにしています。現在 CD 制作の真っ最中かと思いますが、成田さんといえば作曲、編曲といったアーティストとしての曲作りの部分からレコーディング、ミキシング、マスタリング、その他 CD 制作に至るまでのエンジニアとしての作業をすべてお一人でされています。そもそもそのようなエンジニアとしての作業をされるようになったのはいつの頃からなのでしょうか。また何かきっかけがあったのでしょうか。ここまですべてをお一人で完結させてしまう方というのは他にもいらっしゃるのでしょうか。相当珍しいのではないかと思うのですが、よろしくお願いいたします、ということで、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。本当にもう収録日を測ったかのようにメールをいただいて、ね、素晴らしいですね、はい、今日が収録日って知ってたかのように、知ってるのかなみたいな、うん、さすがですね、お便りいただいて、さすがはがき職人だなと思いましたね、はい、で、成田さんといえば何でも一人でやるやという何でもやるやという、何でもやるや、はい、便利やという説もありますかね、はい、いつ頃からですか。そうだな、子供の頃なりたい職業はってあったじゃないですか、はい、あれね、僕マスタリングエンジニアだったんですよね。やば、何ですかそれはって感じですよね先生、学校の先生も何ですかこのマスタリングエンジニアというのは、ね、何ですかって感じだよね、うん、それ何歳の時？それね、何歳かな、小学校高学年か中学生の最初ぐらいだと思うんですけどやばくないですか、マジやばいやつですね。いや、当時のマスタリングエンジニアってやっぱりその、うん、なんていうの、今みたいにオープンな世界じゃなくて本当にもうクローズな世界というか、うん、はい、マスタリングエンジニアっていう言葉をね、一般人が知ってるわけない言葉じゃないですか、うん、今でこそね、マスタリングっていう言葉がだいぶメジャーになって、うんうんうん、ツイッターでもすごい飛び交ってますけど、うんうん、その当時はマスタリングエンジニアっていう職業は多分日本に数名とか、うんうんうん、何十人もいるような職業ではなかったと思うんですよね、うんうんうん、でなんかそれをたまたま新聞で見て、あ、うん、こんな仕事をする人がいるのかと思ってすごい興味があったんですけど、ただやっぱりその日本のマスタリングエンジニアって、その当時はですけど、やっぱりね、レコーディングエンジニアとかミキシングエンジニアを経てその後マスタリングエンジニアになるみたいなこう感じがあったんですよね、うん、だからいきなりマスタリングエンジニアにはなれないみたいな、うん、とこがあったんで、まあそれがあの子供の頃そういうふうに思っていたことがあります。うん、それはやばい子供だな今はねまだわかるけど、そうで、まあ結果的に僕は大人になって、いわゆる作家という仕事、作編曲、うん、作編曲家のことを作家と言いますが、そういう仕事をしていて、でまあ作家もそういうミキシングを求められるような時代にやっぱり少しずつなってきてはいたんですよね。ただやっぱりそのね、ちゃんと CD になるものに関してはちゃんとエンジニアさんが、まあスタジオで録音して、エンジニアさんがスタジオでミックスしてっていう作業があったので、自分でやることはまあなかったんですけど、本当にちゃんとやるきっかけになったのはやっぱり僕の1枚目のソロアルバムで、でそれも作った時に、知り合いのエンジニアさんにミックスしてもらおうと思っていたんですよ。で、だいたい出来上がった頃に電話をして、ミックスお願いしたいんですけどって言ったら、なんとその方がですね、うん、ごめん、プロツールス全部売っちゃったって言われてなんで売るんすかなんとですね、なんで知らないうちに職業が変わっていたんですよね、うん、エンジニアじゃなくなってたんですよ。
あらららら。でびっくりしてへえ。そうなんですよ。で、まあ、別に他の人に頼んでもよかったんですけど、うん、なかなかねこのエンジニアっていうのもそのね信頼できる人というか、うん、本当に任せられる人っていうのはそんなにねいるわけではないので、うん、どうしようかなと思っていて、でまあ僕がミックスするんだけどちょっとその人にも手伝ってもらおうかなと思って最初その2人でやったんですね。でまあそれがきっかけで、そっから先は自分でやるようになりました。うん、うん、でそれがまあまずミキシングエンジニアの作業かな、はい、うん、でマスタリングに関してはやっぱりね世界配信とかそういうのやるようになってから曲を作ってすぐ配信する曲を作ってすぐ配信できる環境っていうのが欲しかったんですよね、うんうん、だから曲を作ってそこで人に頼んでってやってると時間かかるじゃないですか、うんうんうん、なのでそのマスタリング作業できるスタジオっていうのがやっぱ欲しくて、でそれをまあ数年前からちょっとコツコツ作りで現在に至るみたいな感じですかね。うん、うん、すごいこだわりがでもやっぱあるから慣れてさんの場合その何でしょう、普通は私とかそうですけど、うんうん、人に頼まないと分かんないから、うんうん、まあでもなんとなくいい感じだったらまあいいっすみたいな感じなんです、うんうん、いや気になるとこは言いますけど、うんうんうん、慣れてさん自分でできちゃうからね、その自分の好きなようにっていうか、そうですね、納得いくまで、うんうん、できるとは思うけど途中でわけわかんなくなりそう、一人でやってると、うんうん、ちょっとこれ後でやろっかなみたいな、あなんか煮詰まってあなるほど聞いてもよくわかんなくなってきた、わかんなくなってきてそういうの ありそうじゃない。あでも僕はまあだからそのリセットするっていうか、うん、そういう意味では必ず車で聞くということをしているんですけど、ある程度完成したら車でチェックしてっていうのを繰り返してますね、うんうん、車で聞くとですね目の前にフェーダーとかアウトボードがないから調整できないからいいんですよね、うん、冷静になれるからいじっちゃえないってことか。そう、はいはいはい、目の前にそれがあるとやっぱそこで修正しちゃうじゃないですか、うん、それがね意外とドツボにはまったりすることにもなったりするんで何もできないっていう環境を一回作ってやると意外とうまくいきますね、うんうん、それは深い話ですね、なんかね、うん、なるほど、なんか、ね、ちょっとあれだねベース大きいなとか思ったらその場で下げれちゃうけど、そうそうそう、うん、下げないで最後まで聞いてみて それができない環境にいて、うんうん、本当にそうなのかっていうのをもう一回冷静に判断できるっていう、確かに冷静になれるね、うん、確かに面白いお話です、うん、っていう感じかな、うん、まあ、あと音楽的なエンジニアではないんですけど音響の測定エンジニアっていう仕事はずっとやっていたことがあるのでそっちの流れというか、うんうん、そういう方のエンジニアをねやっていたので、うん、まあ、それも少しはこの音楽の方のエンジニアにも生かされているのかなという気もします。うん、うん、あとミキシングとマスタリングの違いっていうか、うん、これ多分普通の方はあんまり分かんないかもしれない。あそうですよね、そう、ミックス、うん、ミキシングっていうのは、まあ、文字の通り音を混ぜることですね。いろんな楽器、ドラムとかベース、ピアノ、ギター、シンセ、パーカッション、いろいろあると思いますが、それを、まあ、いい感じのバランスに、混ぜたり、まあ、左右ステレオですので左右ねどのぐらいの場所に音を配置するのかとか、簡単に言うとそういうことですね。でマスタリング作業っていうのはちょっとこれいろいろねいろんな情報が飛び交っていてあまり正確ではない、ね、情報もいっぱいあるんですけど、もともとはCD を作るときに CD プレス前の作業としてマスタリングというのがありました。だから例えばその全曲の音量バランスを整える、例えば1曲目と2曲目の音量がね違ったら聞きづらいので、それをちゃんと揃えるとか、あと、CD としての情報ですね、 PQ 打ちとか、そういう情報をねちゃんと入れてあげるとか、あと品質管理、
ちゃんとプレスできるようなデータなのかどうか、だから結構ね責任重大な仕事だったんですね。でそれが今はちょっと言葉が変わってきて、本来であればプリマスタリングと言われる、まあ、音作りの部分が、最近はそれがマスタリングって言われるようになってしまったので、ちょっとねあのなんていうのかな、言葉として住み分けが難しいというか、何のことを指してマスタリングと言ってるのかっていうのはちょっと気をつけなきゃいけないところですね。本来は割とその品質管理的な方が意味合いが強いです、うん、だからなんかあの音圧上げることをマスタリングだと思ってる人があまりにも多すぎて、うん、それはちょっと間違った情報かなと思います。なんかそのマスタリングってそれその音圧上げたりとか、うんうんうん、そのローのあれをカットしたりとか、うんうん、っていうのはマスタリングエンジニアの仕事じゃないんですか本来。いやそれもそうなんですけど、それだけがマスタリングではないというか、はあ、それはまあプリマスタリングと呼ばれる作業ですね本当は。うん、うんだ本質はその曲の音量揃えたりとか、そうですね CD としての、うんまあ、レッドブックっていうんですけど、それに準拠したデータを作れるかどうか、今だったら DDP っていう、うんあのはいはい、CD に焼かないで、データをそのまんまプレス工場に送りますけど、うんそれを作ることとか、割とそういう感じのことを言いますね、うん、すごい。でもあの桜バンドのマスタリング、うんうんもう他の人に頼んだら大変なことになるからお金が、うんうんうん、あのミキサーのエンジニアの方がやってくれたんですよ、うん、はいはい、もう僕マスタリングエンジニアじゃないからちょっとできること限られてますよとか言いながらやってくれて、うんうん、ソフトがありますみたいな感じで、うんうん、なんかみんなでああだこうだ言って、はい、なんとなくいい感じにしたつもりなんですけどで1枚目のねあのマスタリングは、うん、デデ の, あのスタジオデデ の, ああの1回撮ったじゃないですか、はい、そうあそこ の, あのオーナーさんにやってもらって、はい、めちゃくちゃいいんですよあそこはね機材も素晴らしいですからね、うん、素晴らしいですしね、うん、そうマスタリングって結構大事なんだなと、うんまあ、かなり大事ですよ ね, 大事すよねそこで音が決まるわけですから ね, ねそう、うん、マスタリングってマジ本当大事だなって今回思いました。そうですね、なんかいや今回の、うん、その CD が気に入ってないわけじゃないんだけど、うん、みんなで作ったからね、うん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 、気に入ってないわけじゃないんだけどやっぱりそのまあできること限られてますよってその、うんうんうん、でエンジニアさんの方が言ってくれながら うんうん、やったのを比べるわけじゃないけどさ、うんうん、なんか、まあ、やっぱマスタリングって大事なんだなって思いました。そうですね。いやでもいいですよ、いいですけどね、うん、マスタリング機材ってやっぱりその普段のレコーディングで使うような機材と桁が違うんですよね。値段ってこと？値段の、うん、だからもう本当ね個人で揃えるのは昔だったら考えられないことかもしれないですけどね、うんうん、でも最近は割と個人でも揃えてる方もねいたりしますし、うんうん、あのパソコンの中でできるやつみたいなやつはどうなんですか？いやもちろんインザボックスっていうかその、ね、ネイティブ環境でもやることはできますけど、うん、まあこれもね今すごい議論されてますね、うんうん、実機があった方がいいのやっぱり。だ僕も本当にいろんなのを経てきて、うん、僕インザボックスっていうかそのネイティブ環境を作ったのがめちゃくちゃ早くて、うん、もう20年以上前に作ってたんですよ、でそこからずっといろんなことをやってきて最近の結論としてはやっぱり実機がいいなっていうのはあります。あそうなんだ、実機に返ってくるんですね、うん、そうね、もちろんマスタリングスタジオ行って実機使ったり触ったりすることもあるし、うん、あのネイティブでやることもあって、いろいろ比べたり、まあ、実際あの実験したりしてみてますけど、やっぱり今は実機の方がいいなっていう感じですかね。うん、そうなんだ。なんかデデのね、うん、マスタリングスタジオ行った時すごいかっこいい、すごいですよね、実機がいっぱいあって、ね、なんかめちゃくちゃこの回すスイッチが可愛くて大きいみたいなのとかがすごいいっぱいあって、うん、うわかっこいいなと思った記憶があるんですね。そうですね、見てるだけでもいいですよね。そうなんです、あれね、もうねあの辺の実機になってくると1台100万円以上っていうのがね当たり前のようにあるんで、あれが何台もあるということはね、もう
すごいですよ。すごかったですよ、なんか、うん、もうこ、まあ、工場っていうか本当にマスタリングスタジオって感じのスタジオだった、うんうんうん、そうですね、うん、あとあの結構これ今だいぶ流れが変わってきていることなんですけど、はい、あの昔はやっぱりミキシングエンジニアとマスタリングエンジニアと、曲を作る人、うんうん、まあ、完全に分かれていたことがやっぱ多くて、でそのなんていうのかな、例えばミキシングとマスタリングを同じ人がやるっていうこと自体がすごくこう、うん、ダメなことみたいに言われてたことがあって、うんうんうん、その第三者の考えが入った方がいいっていう、まあ、独特の考えだと思うんですけど、なるほど、うん、だからそのエンジニアが一人で全部完結するのが良くないみたいなことをずっと言われてたんですけど、うん、あのやっとそれが外れてきて、特に海外がそうなんですけど、あの曲作りの段階からマスタリングまで考えるっていう手法になってきてます、うんうん、作る人がマスタリングまで考えるってこと？そう、そこまでの音作りを考えて作るっていうこと。だ今までは曲作る人は作る 範囲の中だけ、ミックスの人はミックスの範囲だけ、マスタリングの人はマスタリングの範囲だけっていう風にやっていたのを、最初の時点で最後の出音まで考えて作業するっていう流れになってきていて、だ例えばミックスとマスタリングをいっぺんにやるみたいなこともあったりします。割と僕も最近その手法にしてきているというか、うん、あの分ける、まあ、自分一人でやってるから分ける必要がないっていうのはあるんですけど、うんうん、そうですね、だからミックスダウンするときにもうマスタリングのことをマスタリングの機材をかませた状態でやったりとか、うん、で本当の、最終作業はもうパソコン上でだけ本当の微調整をするみたいな、うんうん、感じをしたりとか、だいぶその辺の、ね、流れが変わってきていて面白いなと思いますね。うん、うん、なんかあれですもんね、ちょっと言い方悪いですけど、うん、コスパがいいですもんね。いや、それもありますね、うん、だって時間とお金がかかるから、やっぱり、うんうん、それはできちゃ勉強してできちゃった方が、うん、いやそれがすごいんだけどね、その勉強してできちゃうのがすごいんだけど、うんうん、でもね、あのまあ、実機は別としてね、そういうマスタリングソフトとかを使う人とかだと、もうね、なんとなくやっちゃってる人もいっぱいいますよね、今ね。うん、まあ、マスタリングソフトが普通に買える値段で売ってますからね。うん。うん、それは私みたいな素人でも、もうそのマスタリングソフト通せば、なんとなく、うん、みたいな、そうそう、感じにね。そうなんです、まあ、本職の人が聞いたらはみたいな感じなんですけど、まあね、なんとなくみたいな、ね、うん、数年前にね、ちょっと AI 内蔵のマスタリングソフトが出ちゃったので、あ、そうなんですか。そう、まあ、それからはだいぶそういう流れがね強くなっていますけどね。うん、ただやっぱりあのソフトの癖があるんで、ありますよね、だいたいみんな同じ音になるんですよね。そうですよね、うん、似たような音が、あ、これ使ったなっていうのがね、やば、そう、それが本職にバレてるっていうのが恥ずかしいよね、うん、なんかね。ね、はい、うん、すごいめちゃくちゃマニアックな話になってしまいましたけど、ね、はい、なんかこのようにね、また質問とか、うんうん、疑問とかを送っていただいても、ね、ぜひぜひ、はいはい、盛り上がるかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。キーレイジャズ、キーレイミーティングでは皆様からのサポートを受け付けております。今後の活動資金として使わせていただいております。ベースのキーレイジャズショップのページからキーレイミーティング活動支援をクリックしていただくと、お値段によってグッズをお届けさせていただきます。ぜひご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。すべての質問やお便り、話してほしい内容などはキーレイ mtg@gmail.com で受け付けております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のお相手はピアニストの成田玲、ベースの桜でした。それでは皆様ごきげんよう。